9月30日、来カのパリ五輪出場をかけた FIVB パリ五輪予選ワールドカップバレー2023の第一戦が国立代々木競技場第一体育館で行われた。B 組の日本男子代表はフィンランドを相手に死闘の末、3から2、25から17、25から15、25から27、19から25、15から12、 で勝利し、白星を飾った。動画、本当に尊敬する。西田裕二がとっさに見せた、紳士的行動を、おチェック。そんな中、オポジットの西田裕二、パナソニック、が試合中に見せた上品な振る舞いが話題になっている。第2セットの53と2点リードで迎えた場面、サウスポーの強烈なスパイクがフィンランド選手の顔面に直撃。日本がポイントを重ねたものの、 西田はすぐさま相手選手の元へ駆け寄り、体を気遣ったのだ。このシーンをバレーボール専門メディア、パワーバレーボール、が公式インスタグラムで、有事西田が示した相手選手への敬意、と紹介すると、海外のファンもすかさず反応。うわぁ素晴らしい。日本人はマナーが良い。本当に尊敬する。ずっと応援したいな、といった賞賛のコメントが寄せられた。 初戦をものにした竜神日本は10月1日にエジプトと対戦する。見た目はやんちゃだが人情味あふれる背番号1の迫力プレーに注目だ。